絶対プロになれないベース講座、これは8回目になりますね。前回のさっきついさっきやった7回目のやつが終わって、ちょっと様子を見て、まあ、あと少しだけ時間があるからやっちゃおうかなっていうことで次のフレーズに決めました。次のフレーズは、連符ですね。これ僕すごく苦手でできないんですが無理やりやるっていう、連符を無理やりやる奏法、まあ、通常ですと連符っていうのはなんか3連符とかもうこの時点でちょっと怪しいですけど、連符っていうのがあって、まあ、いろいろありますね。この時点で多分これが苦手なんですよ。できてないです。これを無理やりやる、なんだろう、こういうとか、これとりあえずできないのを無理やりやっちゃおうというっていう奏法ですね。まあ、できないものを無理にやらなくてもいいんですが、まあ、どうしてもそこにすごい好きな曲にそういうものが出てきてしまうとやるしかないので、まあ、最悪諦めるか、もうとにかく強引に持っていく。まあ、僕の場合そのアップダウン、オルタネートっていうのかな、それがとにかく苦手なので、こういうのはいいんですが、こう弦が移動、弦というかフレットが移動になってくるとなんかすごく突っかえるので、まあ、これ何回も練習したんですがちょっともう無理みたいなので、いつも無理やりダウンとかで、普通なら綺麗にこうアップダウンで、わかりやすくこうピッキングの方みたいにやるみたいなんですが、僕の場合は突っかえたりとか変な感じになるのでできないので、ダウンピッキングでやったりとか、いろいろごまかす方法っていうのがあるので、そういうのをうまく使いながらやっていくというできない連符ですね。これもリズムが狂っちゃうと本当にみっともないので、後でやっぱ細かく見る人にはなんか難しいことをやろうとしてるけど、面白いことをやろうとしてるけどなんかちょっと弾き切れてないよねみたいなことを言われちゃうので、まあ、そういう時ちょっと悔しいので、まあ、そこをなんとかできないならやめるか、無理やりなんとか強引に持っていくかというところですね。まあ、というわけでこれはこのベース動画を最初の頃にやり始めて、何曲目かにやったそのファミコンのマッドシティというファミコンのゲームの曲があるんですが、すごいかっこいいんですけど、なんかこうギターのファミコン音源なのにギターのカッティングみたいな軽快な音から始まる曲で、まあ、それの途中でこう出てくる連符なんですが、それがその動画ではちょっとできてない、違う音がちょっと出ちゃってるみたいな、一瞬でわからないとは思うんですけど、自分の中ではできてないなっていう、まあ、そのまま動画に載せてしまいましたが、っていうのをちょっとやってみたいと思います。なのでちょっと流してみようと思います。まあ、途中後半ぐらいに出てくるのかな、それまでちょっと軽く弾いてみて、その部分までやってみたいと思います。
左弾いたので次のフレーズにがもうぐちゃってなりました。なんとか今でたまたまできたんですが、このこのフレーズですね。これの速い感じ、これもダウンピッキングでギリギリですね。普通だとこれアップダウンとかでやるのかな。これアップダウンでやると無理やりもうですね、こんな感じになっています。なんか他の音が鳴りまくって、これまあこれなんか練習すればできるのかな。でもちょっとこれはなんか長練習が苦しい練習になるのでちょっと逃げましたね、これは。というわけで、こういうことがあるという。まあ、これでいいなって。まあ、とりあえず、その時できてればいいやって。まあ、ベース動画だったら、もう一回やり直せばいいっていうだけなんで、まあ、それができるまで何度も撮り直すっていう。まあ、限られた時間なので、かなり集中してやると。まあ、運も必要ですね。結構運に頼ってたりするんで、結局のところ自分でやってみて分かったんですが、まあ、リズムが狂わなければいいというところですね。あとは運が大事と。ベースの難しいフレーズは、まあ、練習で確実なものにするのも大事なんですが、時には運も必要ということで、運任せのベースっていうのもありだと思いますね。というわけで時間が押し迫ってきたので、また、次は次もフレーズかな、それか何か別のことができたらやってみたいと思います。ではまた。